ぬりぬり、ごしごし。落書きされていた柱やガードレールがこんなに綺麗になりました。ある日の杉並学院高校、放課後に集まったのは3年生7人。通学路の JR 中央線高架下に書かれた落書きを消そうと集まりました。落書き消し隊と名付けられたこの活動は今回で2回目。中央線の高架下を管理する JR 東日本都市開発と沿線の杉並学院が落書き対策について意見交換をしていたところ、生徒たちから清掃に協力したいと提案があったということです。本気で大変で、もうマジでやんないでほしいです。やっぱ悪い印象っていうか、なんか怖い印象ついちゃうじゃないですか、うんうん、だから、うん、なんかそういうのをなくせたらいいなって思って参加しました。いや、結構なんか心が痛くなりますね、こういう街が汚されてると。今回の活動では柱4面とガードレールおよそ10メートルの落書きを清掃。学校に戻った生徒たちには JR 東日本都市開発から感謝状が贈られました。高円寺をきれいにできてすごい嬉しかったし、新たに入ってくる新入生の子たちも嫌な思いせず登校できるかなと思って、はい、よかったなと思います。